はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、こちらのねマジェスタですね、ニーチマジェですけど、このねクラウンの、まあ、整備点検の方をします。で、まあ、お客さんの方からねオーダーされてるのが、まあ、エンジンオイルの交換とか、あのスラッチライザーですねをしてほしいとか、まあ、デフオイルのね交換をしてほしい、まあ、あとはうちで言うとエアコンとかねロータ研磨とか、まあそういったところをやっていくっていう流れの動画ですね。まあそちらの方をやります。で、オートマオイルの方もね変えてほしいって言われてるんですけど、多分ね全部一緒にすると動画ものすごくなるんで、まあオートマだけね別動画で上げるっていう形にして、まあそれ以外のね整備の手法をするっていう動画の方をね、やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、それではねまずはエアコンマシンですねをします。そしてまずねこの車ハイブリッドなんで、こちらの方にあるね今ねガソリン車とハイブリッド車、まあ電動コンプレッサーなんですけど、まずはねホースをクリーニングしないといけないんですよね。ホースでホルダーにホースを接続して、こうすることで、あのホースクリーニングをすることでね、まあ、このフラッシング機能を使ってこのホース内をきれいにします。これでねガソリン用のコンプレッサーオイルがハイブリッドを施工したときに混ざらないようにするっていう意味合いがありますね。そしてまあ、今ここのもうパネルは外してますけど、ここにねゲージがねありますね。肺が高圧が上がって、でこちらに低圧側、そしてこちらですね、750って書いてますね、量が 750g ですね。なのでこちらの方をねまたこちらのねホースクリーニングが終わったらセッティングしてやっていきましょう。はい、それではね、作業の方をやりたいと思います。もう POE の方にねセットして、でまあ回収だけかけましょうね。で何グラム入ってるかっていうのを見ましょう。はい、それではね今から配管の、ね、ライン洗浄ですね、フラッシングの方をちょっとしましょう。こういうふうにね虫ゴムを外して、でこれがね虫外しツールで、でこちらがね虫になりますね。これが虫ですね。これにね配管をねまたホースをつないで液体化したね液状化した液体の状態のガスをね流して洗浄するという方式です。はい、それではね今からフラッシングの方をねします。で、まあ、3回のフラッシングをして、そこからね配管の中をぐるぐるっと液体化したねガスを流してですね、普通回り逆回りみたいな感じで汚れ、異物、古いオイル、まあ異物はね入ってないと思いますけどね、まあ、汚れとねまあ、古いオイルを抜く、まあ、これのフラッシングのいいところはオイルが抜けるんで、まあ、コンプレッサーオイルの交換ができるっていうのがメリットですよね。あとはね虫をはめてね最後終わった後に虫をはめてもう一回真空引きして水分を飛ばして、でガス満タンと新品のコンプレッサーオイルを入れるっていうことでリフレッシュしてやるという形ですね。
はい、そしたらですね、今からね、エアコン作業が全部終わって、エアコンオイルのね、新油を入れます。で、これがね、抜けてきたやつで、こちらが新油ですね。まあ、ここにね、PAG とかね、POE とか書いてね、この電動コンプレッサー用のオイルをこちらに入れて、今からね、充填をします。はい、じゃあね、今からね、こちらの車のね、下回りの方を塗ります。で、まあもうカバーがついてるとこまでは外してまでは塗らないんで、露出してるとこだけですね。マフラーとかね、デフとかやっぱ見てもらうと分かるんですけど、ちょっと錆びてるんですよね。多分ね、高速道路を乗ることが多いからじゃないかなと思うんですけど、そのうちらの地域の高速がね、結構冬場塩化に巻くんで、それで錆びてるんじゃないかなって思うんですけどね。まあね、ちょっとマフラーは塗らないですけど、まあ、デフだとかね、そういったとこ全部塗って、まあ、錆止めをね、しっかりとしましょう。リアローターとフロントローターとね、両方研磨しますね。リアの方がね、まあ、結構レコード形状になってるんで、まあこちらをね、しっかりと研磨して、で、あとフロントもやっていきます。
ね、この車はね、レックスは施工せずに代わりにね、フューエルワンの方を、ね、入れます。これもね、燃料の中に入れてインジェクターから噴射した時にね、燃料系の、掃除をしてくれるっていうやつなんですよね。でレックスを、ね、しない場合っていうのがレックスができない車であったりとか、レックスがしにくい車、ね、もううちが、ね、サービスでやってる部分の項目なんで、まあ、その辺は、ね、ケースバイケースで、どっちをやるかっていうのは使い分けてますね。はい、ね、次は、ね、エンジンオイル変えるんですけど、スラッチナイザーっていう、ね、エンジン内部の洗浄をするっていうのをします。一緒になんでオイルを抜いた時にスラッチナイザーの機械をつないで、ね、エンジン内部の洗浄の方をしていきますね。はい、ね、マシンの接続が完了しました。こちらのね、オイルドレーンのところと、あとこちらのね、エレメントのところですね。で、これでね、機械回していきますね。はい、スラッチナイザーがかけ終わったら、オイルパンのね、ここに溶剤が溜まってるんですよ。で、今ね、エレメント側の方から空気を送って、で、ここからね、溶剤が残りが出てきてるんですけど、こういった U 字の型のね、こう吸い出しをね、ここから入れてオイルパンに溜まってるやつを全部吸っちゃうんですよね。そうすればね、溶剤もきれいに取れるんで。はい、施工後のね、抜いたオイルですね。左側がね、最初に抜いたオイルで、右側がね、施工してオイルを入れてちょっと回してで抜いたオイルですね。まあこんな感じでね、色がこういう風に違いますね。はい、そしたらね、こちらのね、ワコーズのね、フォアビークルですね。これをね、スラッチナイザー施工後に入れとけばね、エンジンのまあ保護にもなるし、あとまあ汚れをね、スラッチナイザーで落としきれなかった分の汚れっていうのをまたね、じっくりと落としていくんで、これはおすすめの添加剤ですよ。はい、今からブレーキ液の方を買いますよ。で、ブレーキ液ね、まあ、見てもらって分かるようにちょっと黄色くなってるんで、まあ、こちらをね、車がハイブリッドなんで診断器を使ってですね、交換したいと思います。はい、それではね、エア抜きのね、ためにエア抜きの方をします。で、こちらの診断機でね、作業サポートからエア抜きに入ってもらってやる感じですね。はい、じゃあリアブレーキの、ね、方を、ね、抜きますけど、もう診断機で、ね、設定したら、ブレーキ踏みっぱなしにしとけばね、アクチュエーターが勝手にオイル出すんで。はい、今マジェスタのね、磨きが終わった後の状態ですね。まあ、もともとね、まあ、綺麗な車なんで、ね、まあ、代わりがどうなったかっていうのは分かりにくい部分ではありますけど、まあ、一応磨き込んでますんで、こういった形でね、まあ、綺麗になってますね。はい、皆さん、今日のサムチャンネルいかがでしたか。まあ、こちらのね、クラウンのね、ハイブリッドですね、マジェスタハイブリッドの、まあ、整備点検ですね。まあ、今回の、ね、作業は、ね、やっぱりローター研磨をかけた時に、ね、歪みが出てたんで、まあ、ちょうど良かったですね、歪みが取れて。で、走行距離が 7,8 万キロぐらいなんですけど、まあ、それでも、ね、やっぱり悪くなってるっていう部分が出てくるみたいですね。あとね、やっぱりこういうハイブリッドの時は診断機等を使ってですね、作業サポートからの、ブレーキ液交換とかで
ですね、そういったのも必要ですね。あと別動画でまた上げてますけど、ATF 交換の方ですね、こちらの方とかも、まあ、やっぱりツールがいるっていう状態ですけど、やっぱり車がね新しくなっていけばね、やっぱりそういったね必要なツールっていうのがね、やっぱりどんどん出てくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ以上でね、今回のクラウンマジェスタハイブリッドのね、あの作業動画です。また面白い動画ありましたらアップしますので、皆さん少々お待ちください。